こんにちは、トイズガオです。はい、6月に入りましたので、今月発売のおもちゃ見ていきたいと思いますが、はい、まあ先月はね、結構まあこういう状況っていうのもあるんですけども、まあ、バンダイからの発売はね少なかったですけども、まあ他見てみるとね、いろいろと発売があったので、まあまあいろいろ変えたんじゃないかと思いますけどもね、まあ、今月はねいろいろとまあ発売あるみたいなので、1日もう過ぎちゃいましたが、もう衝動 X の仮面ライダー Q、まあ、Amazon のね、昭和のアマゾンと平成のアマゾンが揃ってラインナップでね、まあ、僕はこれちょっとお店にあったらね買おうと思ってますけども、今んところちょっと見かけないのでちょっと今回するかなと思いますね。このスーパー戦隊キッズも、まあ、ちょっとね種類が多いのでね、ちょっと今回手が出ないかなと思いますね。はい、そして6日土曜日のついに追加選手の、情報も出てますけどもね、まあ、本来ならね5月には、劇中に登場してこのアイテムをねバンバン使っていたんじゃないかと思うんですけども、まあ、それが、まあ、最初はこれ5月発売だったんですけど、6月に変更になったんですけど、まだねキラメイシルバー出てきてないので、ちょっと見てみますけども、はい、ということでキラメキ変身ブレスデラックスシャイニーキラメイチェンジャー、まだ本編に登場してないので何とも言えないんですけど、まあ、特徴としてはね、このここにねストーンがあって、そしてこのディスクを回転させると、そうするとここも回るみたいなね感じだと思いますけども、音声の方は輝くのだ輝け、誰の声ですかね、オーエクセレント、オーシャイニング、ドンマイモカイキラメイサーチング発見、あ、キラメイストーンを探すモードもあるんですね。はい、そして同時発売のキラメキドリルデラックスシャイニーブレイカー、はい、こちらはキラメイシルバーが使う武器ですね、はい、ドリル型をしていて、変形してモードチェンジでハイパーアームモード、はい、トリガーがついていて、これでね必殺技音声とかもなるみたいですね。はい、音声の方もねいろいろ入ってるみたいですけども、またね面白いドリル一発入ります、一丁上がり、はい、ビーム一丁喜んで一丁上がり、はい、こちらもなんか飲み屋のねお子様にはわからないような感じの掛け声ですけども、はい、これが一連の流れですね。グリップを引いて変形、エンブレムボタンを押してアームアクション、はい、まあ、かっこいいんですけども、やっぱねこの音声的に面白い感じになっているんでね、キラメシルバーのキャラもそんな感じなんですかね、はい、トリガーを引くと震える、そんな機能もあるんですね。ドリルの振動みたいなのが来るんですかね。はい、そして6月8日発売、衝動仮面ライダー01AI07、はい、仮面ライダー01の衝動第7弾ですね。今回ラインナップは全6種で、はい、ランページバルカンと、ジン・バーニング・ファルコン、そして1型ですね、映画に出たアルトのお父さんが変身した仮面ライダー1型ですね、この6種類ですね今回は、はい、まあ、割とねさっぱりとしたラインナップではあるんですけども、まあ、待望のね、はい、このねランページバルカン、まあ、これは多分バルカンの最終フォームですかね。で、まあ、ジンのバーニングファルコンをね、パワーアップした形でね、また、まあ、ドライバー自体が独自のものなんで、まあ、全く違うね。フォースライザーで変身したものとは全く違う姿ですね。そして、まあ、1型はね、フォースライザーに似たサイクロンライザーというね、まあ、若干仮面ライダー1号を意識した感じのものなんじゃないかと思いますけども。まあ、フォースライザーみたいなのでね、変身しているので、まあ、若干滅亡人雷の変身したね、形が残っているんですけども、まあ、これと、アルトがね、変身した001とね、戦っているところをディスプレイするっていうのがね、前段と今回の段でね、できることなんじゃないかと思いますね。はい、そして13日の土曜日発売。これ情報解禁されましたね。デラックス02プログライズキー &02 ドライバーユニット。はい、こちらもね、まだ情報解禁されたばかりで、
まあ01がパワーアップするっていうのはわかるんですけどもね、今02ドライバーユニットということでね、ここを付け替えるわけですね。あの銀メッキのあのパーツを外してこれを付けると、後ろにね右側のところに何やらねジョイントするところがあったんで、そこにも多分ジョイントすると思うんですけども、そこにセットすると変身音がね多分変わると思うんですけども、はい、これで02ドライバーが完成と。でまずは02ドライバーを開くんですね。そうすると待機音が発動と。そしてプログラズキーのボタンを押すとキーが展開。でキーをベルトにセットすると、この開いたパーツが戻るんですかね。これで変身するわけですね。はい、そしてプログラズキーを再び押し込み必殺技が発動。02ビッグバン。はい、そしてエムズショットライザーとかオスライザーにもセットできますということですね。02プログラズキーにはアルトのセリフも収録されてますね。あ、おなじみのセリフも入ってますね。ゼアズアビリティなんで、衛星ゼアのアビリティですかね。ヒデンインテリジェンスアビリティ、02ズアビリティ。このあたりがね、なんか衛星ゼアのあの中心部の形をしてますけども、はい、まだまだ謎が多いですねこちら。はい、そして13日発売では、まあ、買わないとは思うんですけども、このエヴァンゲリオンとたまごっちのねコラボしたエヴァッチこれ面白いですね、初号機モデル、アスカモデル、そしてレイモデルがね3種類あって、まあ、ちょっと気になりましたね。まあ、エヴァンゲリオンはそんなに僕はね注目してはいないんですけどもまあたまごっちとコラボということでね面白そうだなと思いました。はい、そして15日に、ミニプラマシン合体シリーズ SP キラメイジングリスターインジェクション、こちら発売されますけども、まあ最初にねキラメイジンのミニプラは買ってますので、ちょっとここまではちょっと手出せないかなと思いますね。まあ色が違うだけなんでね、かなり色は綺麗になるとは思うんですけども、まあよりキラキラした感じになるんじゃないかと思いますね。まあよっぽど余裕があれば買うと思いますけども、まあ今のところそこまで買う予定には入れてないですね。はい、そして20日、ウルトラマン Z のね最初のおもちゃが発売されますね。まあこちら僕はねウルトラマンのおもちゃは今全然やってないので、本当なら今月ね東京おもちゃショーやる予定だったんですけども、緊急事態宣言があったのでもう中止ということになってるのでね、まあ、おもちゃショーがあればこれでねちょっと遊んでみることもできたんじゃないかと思いますけどもね、まあ、ウルトラマンのね本編の方見てみてかっこいいなと思ったら買うかもしれないですね。はい、そして27日には RKF の仮面ライダー02とか、あと仮面ライダーダブルのサイクロンジョーカーエクストリームもね発売されます。はい、そして29日月曜日にこちら、はい、ソフビヒーローマシン戦隊キラメージャー2、まあ第1弾僕は買ってないんですけども、今回ね、まあ、シルバーがラインナップされて、そしてこちらですね、マブシーナとかガルザ、そしてベチャット、まあレッドもいますけども、まあ、今回このねマブシーナとガルザとベチャットがね、まあ、立体化されるので、まあ、ベチャットは誘導でも出ると思うんですけども、まあ、マブシーナとガルザはね、まあ、ここを逃すと他での立体化っていうのはないんじゃないかと思いますんで、これは買っときたいなと思いますね。はい、そしてガシャポンの方見ていきますが、はい、こちらガシャポンコレクション仮面ライダー01、はい、これはねちょっと前に通販の方で見かけたんで画像これなかったんですけどもラインナップを見てね、あ、これは買いかなと思って、全種セットをね予約完了してますけども、この1番が仮面ライダー01の01ドライバーとアタッシュケースですね。この1話でイズがね持ってきたこのケースに入っているという01ドライバーですね。はい、これが再現されていて、2番は、ヒューマギアモジュールと、ライズフォンですね。はい、こちらもねこのように台座もついてね立体化しております。
してゼツメライザー、堂々ゼツメライズキーがね入ってます。そして、司のカメラなぜかジオウじゃないんですけどね、このゼロワンなのにこの司のカメラがね立体化されてますね。はい、でこのゼロワンドライバーはベルトもついていてね、まあ、手持ちのフィギュアとかにねベルトで巻いたりとかできると。そしてヒューマンギアモジュールの方のこのつながっている部分ですね、これもサイズを変更可能とこれも何かのフィギュアにね取り付けることができますね。でゼツメライザーもねベルトが付属していて他のフィギュアにね付けることができます。で司のカメラもフィルムと紐がついていて、まあ、紐がついているんでね、まあ、他のフィギュアに付けることができますね。はい、ちょっとこれコンセプトがあんまりわかんないんですけど、フィギュアに装着したり専用台座に乗せて遊ぶこともできる 2way 仕様、まあ、フィギュアによっては装着できないものもございますと書かれているので、まあ、なんかのフィギュアに付けることができると。まあ、ゼロワンドライバーとかね、ここまで細かく、まあ、塗装がされてるんでね、まあ、大きさ的にはちょっと今これだとわからないんですけども、まあ、なんかのフィギュア、まあ、RKF でも相当でもね、まあ、塗装があんま入ってないものと交換してね、これを取り付ければよりリアルになるような感じがしますけどもね。はい、ちょっと大きさがわからないので何とも言えないですけども、でもこれはねアタッシュケースもついていて収納もできたりね、ちょっとこれは楽しみですね。はい、では、バンダイのカレンダー見ましたので、こちらガンプラの方のね発売カレンダー、バンダイホビーサイトに飛びまして、ガンダムのね発売情報を見ていきたいと思います。はい、まず6月6日、まあ、この辺はねスルーですけどもちょっと面白いですね、このガンダムの東京オリンピックエンブレムバージョンですね。でパラリンピックのバージョンもちょっと今画像がちょっと出てないですけども、まあ、ハロプラの方もね東京2020のパラリンピックの方もね色とエンブレムも入ってると。これもねちょっと余裕があればチェックしてみたいなと思いますね。はい、そして6月13日にこちらねビルドダイバーズリライズからエクスバルキランダー、はい、ということでね、エクスバルキランダーはバルキランダーがパワーアップしたような感じですね。まあ、今ねビルドダイバーズリライズ休止に入ってますけども、ちょっと休止前までの話ではまだあの赤いバルキランダーのね状態でいましたけども、まあ、これが真っ白な、まあ、形としてはそこまで変わったような感じはしないんですけども、まあ、羽の方はねかなり大ぶりになってですね、でこのバズーカの、まあ、色が白になったというねもので、この足のねつま先のあたりも、まあ、若干変わってはいますけども、付け方としてはそんなにね変わってないみたいですね。まあ、これはねドラゴンフュージョンのモードだと思うんですけども、まあ、ドラゴン形態にもなるんですかね。はい、またこれもね、まあ、後ろの方もちょっと足の造形があったりしてね、まあ、そのドラゴンの足になるんじゃないかと思いますけども、まあ、現代化ではこのね画像しかないので、ギミックの説明とかもまだないのでね、まあ、追加情報を待ちたいと思います。はい、そして6月27日発売の、こちらもねビルドダイバーズリライズ、ゴドムポットですね。はい、ということで、こちらねシーズン1からもうずっと登場してるんでいつ出るのかなと思ってたんですけども、ここに来てねやっと発売されるみたいですね。メイが乗る機体ですね。まあメイの方はこうダイバーメイとしてね、先に発売されましたけども、メイがずっとね乗っているこのワドムポットですね。形的にはねちょっと面白い感じの機体ですけども、まあ、このように変形とかもねするみたいですね。はい、まあ、僕はあんまりね主人公機以外は買ってなかったりするんですけども、まあ、結構この活躍がね多いので、ちょっとこれもね、チェックしてみたいと思いますね。はい、同じ6月27日にはこちらの敵ガンダムの、アルスコアガンダムの外装アイテムですかね、こちらも発売されますね。はい、そして、バンダイスピリッツの方ではマシンエイデン渡る七根の竜神丸の源流丸が6月27日に発売されますね。
はい、まだこれもね、本編に出てくるのは相当先になると思いますけども、はい、こちらはね、原人丸と龍神丸が合わさったようなフォルムですね。幻を背負う忍びの龍マシン、原人丸を思わせる緑の龍マシン、背中の翼はバインダーのように稼働するだけでなく源流大手裏剣になるギミックを搭載、逆手持ちの壁龍剣ですかね、壁龍剣も付属する。肩の勾玉はメタリックオレンジの彩色で輝きとともに再現。はい、まあ、源人丸の方もね、この大型の手裏剣があって、これがね2つが合わさって大手裏剣となってね、飛ばすことができますけども、こちらも、まあ、源人丸と同じようなこの手裏剣をね投げるようなこともできるんですかね。はい、で剣も逆手で持つようなね感じですね、忍者刀のような。そして足の裏には隠し刀源来刀を搭載、引き出させたキックポーズも決まると。はい、これギミックがすごいいっぱいありますね。はい、こちらも楽しみですね。はい、では最後に、タカラトミーの商品の、発売情報を見ていきたいと思います。はい、6月6日発売の、絆合体アースグランナーガオグランナーシャーク、はい、ついにこれがね出ますね。まあ音声的にはもう紹介しましたけどもね、まあ今はねアースグランナーレオチータとイーグルチータしかできないですけども、これが出ることによってイーグルシャークがね合体できますね。まあ、テレビ本編でも出ましたけれども、まあイーグルシャークだけで今レオシャークというのはねできないような感じですね。はい、武器の方もねジェットスペアとジェットアローの2パターンできますね。はい、こちらも楽しみにしたいと思います。はい、そして6月20日発売コアグランナーレオトルクロックトミカ、はい、こちらね属性を変えるトルクロックトミカですね。これで合体することでアースグランナーレオチータトルクロックが完成しますね。はい、このようにアースグランナーの頭とかソフビの頭にヘッドギアを取り付けることができます。はい、音声の方もねまた違った音声が鳴ると思われますね。はい、そして、コアグランナーイーグルスクリューウェーブトミカ、はい、こちらもね属性を変えるアイテムですね。はい、これと合体することでアースグランナーイーグルシャークスクリューウェーブが完成しますね。はい、アースグランナーの頭とソフビの方の頭にもヘッドギアを取り付けることができます。はい、この属性のねトミカがあるとアースグランナーのイーグルシャークがねかなり有利に戦えるんじゃないかと思いますね。はい、こちらも楽しみですね。はい、ということで今回は6月発売のおもちゃの情報をねいろいろ見てきましたが、まあ、今月はかなりねいっぱいおもちゃ発売されますけどもね、まあ、今紹介した中でもね買うもの買わないものいろいろあると思いますけども、で、まあ、今月はね例の給付金の10万円がね入ると思うので、まあ、主に生活費の方で使ってですね、まあ、余ったものは、まあ、おもちゃの方でちょっと使いたいなと思いますね。まあ、どのぐらい買えるかどうかわかりませんが、まあ、できる限り買えるものは買っていきたいなと思います。まあ、ちょっと最近まではね、通販の方を利用して、買うことが多かったですけども、まあ、徐々にね、いろいろね、規制が解除されるので、まあ、出かけて行って買うということも、また増えていくんじゃないかと思いますけども、まあ、まだまだね、ちょっと、油断はできない状況なので、まあ、外に出たり出なかったりというね、ことが、あると思うので、まあ、通販で買ったり、買いに行ったりということがね、あると思いますんで、まあ、それによって、買えなかったりするものもね、出てくると思いますんで、まあ、買えなかった場合はね、仕方ないので、まあ、深追いはせずにですね、まあ、また違うものを買いたいと思います。はい、ということで、以上、トイズガオでした。ありがとうございました。Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。